1週間で3キロ痩せた1日の食事。フリーズレタスとスティックレタスとゆで卵とアボカドと人参とビーツ入れました。最近ハマってるサバの塩焼きと適当に玄米、特に何グラムとかは決めてないから食べたい量食べる、でも食べ過ぎと思ったらちょっと減らすって感じです。ブラックスシードオイル、塩はヌチーマス塩、これも適当。なんかこれは何かが入っててもクミックだし、ヨーグルト、バナナ、くるみ、はちみつとスイカ。この食事内容とてもいいです。特にいいのはサラダですね。緑黄色野菜を組み合わせていることで栄養のバランスが非常にいいです。せっかくサラダを食べていても単色野菜ばかりになってしまうと栄養が偏ってしまうので、緑黄色野菜を組み合わせるところまで意識するとよりバランスが良くなりますよ。あと脂質の取り方もすごくいいです。ダイエットでとにかく脂質を取らないと極端になる方もいますが、この方はアボカドやサバなど良質な脂質を選べています。玄米の量を測らずに食べている点もストレスなく継続できている大事な点ですね。この食事に合わせて運動を取り入れることができればリバウンドすることなく健康的にダイエットすることができますよ。